皆さんこんにちは、インターナショナルスクールチャンネルのキムです。今回はですね、幼児保育無償化はインターナショナルスクールも対象となるのかというところを見ていければと思います。実際ですね、子供を幼稚園に通わすのかインターナショナルスクールに通わすのか、無償化の対象ならインターも視野に入れようかなと考えている方や気になっている方も多いんじゃないでしょうか。ということで早速見ていきたいと思います。まずですね、幼児教育保育教育の無償化というのは2019年の10月にスタートした幼稚園保育園認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子どもたちの利用料が無料になるという制度です。その他にも地域型保育や企業主導型保育事業なども無償化の対象となります。インターナショナルスクールは認可外保育施設として考えられているため、一応無償化の対象にはなっています。厳密に言うと保育料の全額が無償化されるのではなく、月額3万7000円を市区市町村から補助されるという形になります。完全無償化というわけではありませんが、インターナショナルスクールに通わせたい、またはすでに通っている家庭にとってかなり嬉しい情報ですよね。続いて、認可外施設預かり保育は専業主婦の場合対象外となるため要注意。幼児教育保育無償化の制度は専業主婦家庭の場合は対象外になることがあります。認可外保育施設の場合、一定時間仕事を行っているため子どもの世話が行えないという事実がなければ無償化制度を利用することができません。保育の必要な理由として月46時間以上労働しているという条件が挙げられます。つまりですね、認可外保育施設において補助が出るのは共働きの家庭のみということになります。さらに全てのインターナショナルスクールが無償化の対象というわけではありません。幼児教育保育無償化の対象となるインターナショナルスクールは学校法人といって自治体に届けを出して基準を満たした施設のみとなっています。届け出を出していないインターナショナルスクールは株式会社または有限会社という扱いになっていて、この株式会社や有限会社の場合は残念ながら対象外となります。続いて、インターナショナルスクールと保育園幼稚園の保育料の差を見ていきたいと思います。保育園や幼稚園は保育料が完全無償化とされているのに対し、インターナショナルスクールの場合は補助という形になります。インターナショナルスクールに通わせた場合の保育料は年間約100万円と言われています。月額にすると約8万7千円ほどかかることになり、幼稚園や保育園と比べると高額なものとなっています。実際に幼児教育保育無償化後の公立幼稚園とインターナショナルスクールの保育料を比較するとこんな感じになります。インターナショナルスクールはですね、無償化前だと年間100万円、3年間通わせた場合だと300万円が必要でしたが、無償化されることで120万円も保育料が低くなりました。とはいえ全体的にインターナショナルスクールの方が費用が高くなっていて、これでもやっぱ高いって感じる家庭もあるかと思います。でここでインターナショナルスクールの最大のメリットっていうのを見ていきたいと思います。今見てきたように、これまで年間100万円支払う必要のあった保育料が60万円になったことによって家計への負担がかなり減りました。インターナショナルスクールでの補助金制度に伴って入学者がすごい増えてきているみたいです。インターナショナルスクールは保育園と違って英語に触れる時間が年で約1200時間あります。公立幼稚園ではほとんど英語に触れる時間はないと言ってもいいですから、小学校中学校に進学するにつれて英語は必須科目となってくるので、インターナショナルスクールのこの1200時間というのは結構大きなものだと考えています。これからの時代ですね、グローバル社会の発展のことを考えると英語はかなり必要な科目だと考えられています。英語を小さいうちから学んでおくことで自然なコミュニケーションができるようになります。日本にいながら英語を学べるというインターナショナルスクールに通わせるというのはとてもいい選択肢だと思います。はい、ということでインターナショナルスクールでの幼児教育保育無償化について解説してきましたが、いかがだったでしょうか。今回のポイントは、認可外保育施設も無償ではないが補助金を受けることができる、インターナショナルスクールに通わせた場合年間40万円ほど安くなる、幼児教育保育無償化が始まったことで子供を預ける施設の選択肢が増えたということですね。このチャンネルでは日本のインターナショナルスクールの疑問や気になる点について詳しく解説していきます。インターナショナルスクールについて少しでも興味を持った方は他の動画もぜひ見てみてください。それではご視聴ありがとうございました。